皆さんこんにちは、朝日です。今日はですね、久しぶりにじゃーん、こちらの使い切りアイテムをご紹介していきたいと思います。まあ並べただけでも結構な量あるんですけれども、プラスですね、息子に使っていたケアアイテムでの使い切りっていうのも、まあ、一応取っといてあって、まあ、軽くですけども、そちらも最後にご紹介していきます。手前側にメイク系だったりとかがあるので、まず1つ目、ケイトのリップモンスターピンクバナナでございます。リップ使い切るってさ、なかなかないじゃないですか。いろいろとある中でもうさ、先がえぐれてきてるんで、逆に口唇を尖らせて塗り込むみたいな感じでギリギリまでこれ使ってるんですけど、多分ね3つぐらい持っていて、いろいろなカバンに入ったままになってたりしてます。ずっと愛用しているし、多分一生リピするんじゃないでしょうかね、こちら。はい、そして続いてカネボーのベイルオブデイ。もう日焼け止めとは思えないぐらいすごくみずみずしい使用感で、で SPF50 の PA3+ ですね。もうしっかりと紫外線対策もできるから、発売と同時にずっと使ってて大好きなアイテムなんですけど、結構今季はですね、日焼け止めがいろいろなブランドさんから出ていて、そっちを今はメインで使ってしまってるんで、まあ、ちょっと休憩していますが、物は本当にね大好きです。こちらウォンジョンヨンのヌードアイラッシュ。なんかスクリューブラシじゃなくて、こういうコームなんですよ。コームだからなんかなくなったのかどうかちょっと分かりにくいんですけども、仕上がりがちょっとパサッと感じたら新しいのにしてるんで、完全にもしかしたらなくなってはないかもしれないんだけど、パンダ目にもなりにくいし、軽キープしてくれるし、すっごいこれはね大好きです。毎回ご紹介してるかもですけども、キャンメイクのクリーミータッチライナーのブラックブラウンカラー、もう何本これもリピしてるんだろう。なんならもうカートン買いぐらいした方がいいんじゃないかっていうぐらい、今ももちろんこれを使っております。大好きでございます。今紹介したコスメ系は多分一生リピすると思いますそのぐらい大好き、おすすめ。はい、そして続いてどこから行こう。あ、クリームから行ってみます。どれも本当に大好きで、必ずここに立ち返るっていうぐらいのトップ3かもしれないですね。じゃじゃん、こちらすごいね。これ3つまとめて紹介ってすごくないですか。デュラメールのザモイスチャライジングソフトクリームと、真ん中がカネボーのクリームインデーですね。そして SK2 のアドバンストクリームでございます。まずこのカネボーのクリームインデーはもう最近さらによく使ってますね。SPF が20の PA3+ なので、朝のスキンケアの最後にこれを塗っておくと、朝の息子の保育園の送り出しの時に安心して外に寝れるんです。使用感もそこまでこっくりしすぎず、夏場でも全然使えるかなっていうぐらいのみずみずしさもある使用感。香りもとってもいいですし、プラス日焼け止めとか塗らなくても、本当時短に朝のスキンケア済ませたいっていう方には本当におすすめで、デュラメールのソフトクリーム、これも本当に大好きで、去年か一昨年にリニューアルしてミラクルブロスっていうデュラメールの成分がですね、より肌に浸透するように大きさがね違う粒子が中に入るようになったんですよね。それになってからさらに使用感がすっごい良くなって、すごいパワフルな海藻の成分でできてるんですけども、あまり知られてないんだけど、鎮圧性効果っていうか、傷ついた肌を復活させてくれるような効果もあるので、お肌がちょっと揺らいでる時こそシンプルケアで最後にこれを塗るっていう感じで、なんかちょっとお薬じゃないですけども、そのぐらいの立ち位置で必ず持ってるものです。SK2 も本当にもうこれずっと使ってるし、リニューアルし続けてますけども、本当にねもう年々進化していて、ピテラの凄さっていうのがね、もう年々研究をされていて、ピテラってもうまさに万能薬っていうようなぐらいの凄さがあって、それがたっぷり入ってるので、もう本当に大好きで使っております。でこれもエアリーっていうのと普通のアドバンストクリームって2種類あるって、私はこのアドバンストクリームの方が好きなんですけども、しっかりと保湿感あるけどベトつかないし、朝のスキンケアにも使えるし、これからの超真夏になると重さがあるのかもしれないけど、でもまあ夜のスキンケアだったら全然私は使えるかな、夏場でも。エイジング目的で使っているクリームでございます。SK2 アイテム他にもこの2つ、フェイシャルトリートメントエッセンスと、オーラエッセンスですね、これも使い切っております。まあ、これからの季節だったらこの美白美容液めちゃくちゃいいと思いますよ。
シミそばかすが消えるっていうよりかは顔全体の透明感をアップさせて、お顔のくすみとかそういうのにもいいかなと思うので、気になる方にはすごいこれもおすすめですし、もうフェイシャルトリートメントエッセンスはもう新しいもの開けてますけども、まあ、日常的にはいろいろとね使ったりなって思うものもあるからそっちを優先して使ってるんですけど、正直ね、まあ、ただなんかお肌が調子が悪い時こそシンプルなケアに立ち返りたいので、そういった時にずっと使っています。あとここら辺にわさっとありますのが高見のスキンピールですね。これはあの導入美容水、もう美容液ではなく美容水、水でございます。これを塗ってお肌が変わるのかってちょっと心配になるぐらいの軽い使用感なんですけども、使い始めはね全然わからないわからないんだけど、ちょうど肌のターンオーバーって28日周期って言ったかな、1ヶ月ぐらいなんですよね、お肌のターンオーバー。それが終わる頃にやっぱ使ってると違うっていうのを気づきだし、沼ってきてこうやって続けて使っていくっていう感じになりますね、高見はね。一応ストックはもうあって、ただ使い出したらやっぱり継続して使った方がいいかなと思ってるんで、今すぐはちょっと使わずにいようかなと思ってます。これも好きな人多いんじゃないですか、オバジシ25セラムネオですね。もうこれを使い出す時期に入ったんじゃないでしょうかね。ただやっぱ少しさ酸化するのが早いから色がさ茶色い色にね変色してますけど、もともとはねもう透明に近いような色なんですよ。色変わっても使えるみたいな感じではあるんですけども、ただやっぱ1年とか経ってしまうと中身残ってても少し心配だなと思って、もったいない感じになっちゃったりとかするので、これもやっぱり使い切るっていう気持ちで開封した方がいいと思いますね。あとこれも良かった、トワニーのスキンオーラジェニックです。肌のヒアルロン酸をこうふっくらさせるというか増やすみたいな、そんな新成分が配合されている、まあ、張りとか弾力系の美容液で、今年の冬あたりですねによく使ってました。ちょっとだけ入ってたけど、こんな感じでかなりみずみずしさもあって、香りも、そうそう、香りもとっても良かったです。好きな香りだった。張り弾力の悩みっていうのは私すごいねあるから、これはまたリピしたいなというふうに思ってます。あとは洗い物で言うとファンケルのマイルドクレンジング、これもねもうずっと昔から何本もリピしてますけども、最近はあんまり使ってないですね。クレンジングもいろいろと試してるんだけど、まあ、でもお風呂の中で濡れた手でも使えるってなかなかなかったりするから、そういう意味では使い勝手はめちゃくちゃいいね。お風呂場に置いておくクレンジングとして圧倒的におすすめなのはこれかもしれない。あとは最近なくなったものですと、アルビオンのジョイアリュールクレンジングオイルです。はい、これもねすっごい良かったですね。クレンジングオイルなんだけど保湿感がちゃんとあってちゃんと落ちてるっていう感覚もあるので、すごい良かった。しかもオイルがちょっとこうぷっくりしてるっていうか厚み感があるから摩擦にも なりにくい感じがして、これはまたリピしたいですね私。うん、とっても好きだった。クレンジング他にもあるから、あクレンジングこれか、マナラのホットクレンジングゲル、これもすごい人気のアイテムですよね。ちょっとこうほんのり温かさが出たりとか、ただねちょっとこれは逆に厚み感がある、手でこう強さで動かさないといけない感じがしてちょっと扱いにくいかなっていう感じがするんだよね。もうちょっと緩さがあるとよりいいんだけどなって思う。で泡洗顔っていうとここら辺ですかね。ディオのザ・ブライトフォームと繊細のマイクロムースウォッシュですね。このディオの方は結構たっぷりとふわっとした泡が立ってくれて、炭酸泡が入ってるのでお肌のをこう白くというかくすみを飛ばしてくれるような感じの仕上がりになります。で泡も潰れにくいからね、こうモフモフとパックのような感じでしながらやるととっても気持ちいいです。で繊細のこっちは逆に泡がモフっていうよりかはちょっとこう密度が高すぎてトロみたいな、出るかな、わかる、こんな感じのちょっとトロっとした感じの泡なんですよ。でも炭酸泡が 100% 入っているので、こう分かりやすくモコっていう泡が立たなくてもかなりしっかりとお肌に、炭酸の効果を入れ込むような感じでできる。で繊細はね本当に香りが私大好きで、まあ、フローラル系っていうんですか、ムスクとかフローラル系だと思うんですけども、すっ
っごいリッチな気持ちにさせてくれます。洗顔っていうジャンルで言うとやっぱ繊細の商品なのでちょこっとするんですよね。なので自分へのリピってよりかはとってもねこれ自体はすごくいい商品なのでプレゼントとかに買ったりとかしてもいいなと思いますね。あえてちょっとお高めのしかも使いやすい泡洗顔プレゼントアイデアの一つになっております。あ、泡洗顔もう一つあったわ。これロクシタンのイルミネーティングクレンジングフォームです。これもデュオと同じような感じのモフッとした泡が立って香りもよくっていい感じだったんですけども、ここがね折れちゃったの、ちょっとねうまく使えなくなっちゃったんでまだちょこっと入ってそうなんですけども、もったいないですねこういうのね。あとは化粧水なんですけども、リサージのスキンメンテナイザーの DX1 番ですね。リサージの中では一番お高めの化粧水で、薬用のシワ改善化粧液なんですよね。これはめちゃくちゃ好きです。何がいいってこのさシュって出せるこの形状で、さらに乳液の効果もリサージュのこの化粧液は含まれているので、とりあえずお風呂上がりにこれだけ塗っとけばスキンケア完了なんですよね。まあプラス美容液とか、まあ、クリームで蓋するみたいなことができたらいいんだけども、子供がいるとそこまでのケアができなかったりする日もあるんですよ。そういう時に塗っとくとめちゃくちゃ安心感ある。しかもシワ改善も期待できると最高じゃないですか。忙しい方こそこれめちゃくちゃおすすめです。ここら辺にわさっとあるのがワフィトのボディオイルですね。もうこのシリーズめちゃくちゃ好きでもう何本も使い切ってたんですけども、多分これらはですね妊娠中に私お腹の妊娠線のケアをめちゃくちゃ頑張っていたので、その時に使っていたものですね。あとはワフィトはね、このジャーに入っているボディクリームもあるんですけども、もうこの、ここら辺をめちゃくちゃ使ってました。おかげで妊娠線は一つもできずに、綺麗なお腹のままでございます。もう様々でございますね。で、もともとはやっぱ肌がペトペトしたりするのが嫌で、塗るのが苦手な方だったんだけど、これはクリームもオイルもとってもね、みずみずしさがちゃんとあるんですよ。なので、伸びもいいですし、ペトペトするのも気になならないし、かつやっぱワフィトといえば香りも本当にこだわって精油の香りがね使われているので香りもいい、もう全て揃っていて、そう、そこら辺がとっても好きで使ってました。で、3種類の香りがあってどれもね素敵なんですけども、私はバランスっていうものの香りがとっても好きです。で、今使っているので言うとこちらイユミーのチューニングマッサージオイル、これも早速1本使い切っちゃいましたね。発売と同時にまとめ買いをしておいたので今新しいものを使ってるんですけど、これもね使用感で言うとすごいみずみずしさっていうところはワフィトとも似ていて、お風呂上がりのまだ濡れた肌につけると本当ワンプッシュツープッシュだけでも全身に伸び広がってくれるし、香りもとてもよくって、ヒバの香りがベースに木とかそういう系の香りで、もう森林浴をしているようでとってもいい香りです。で、一番最近開けたのに速攻なくなっちゃった理由というと、私も使ってるんですけど息子も一緒に使ってたんですよ。そう、それもあって結構すぐなくなっちゃいました。これも贈り物とかにもおすすめなんじゃないかな。エストのボディクリームはもうボディクリームっていうかボディ用美容液って書いてあるんですけども、美容成分がたっぷり入ってるのでみずみずしさもあってすごく伸ばしやすさもあるんだけども、なんかふっくらするっていうかもっちりしとっとしたお肌にしてくれるような感じですね。お風呂上がりパパッとやりたいので、そうするとねこのチューブっていう形状がちょっと面倒くささを私は感じてしまいました。これは吉川ひなのさんが作っているブランドのクリームなんだけど、オイルのようななんていうんですか保護感みたいなのがあって、香りもいいしとってもこれすごく好きなんですけども、形状が逆にこれはチューブの方が良かったかもしれない。ポンプだとね出ないんですよ、こっくりしすぎて。正直まだこれ下の方にちょこっと入ってるんだけど、ポンプで出てくれなかったりとか、何回かこうポンプしてバーって塗りたいのに、これがねこう一回ポンプした後に硬すぎて戻るのにちょっと時間かかるんですよ、このポンプが。ウィーンって、それが少し残念でしたね。これはさっきのワフィトの
このジャーみたいな形にしてもらって、もうワッサーって濡れるような形状だったらめちゃくちゃ良かった。これもまたワフィットなんですけども、デリケートゾーン用のウォッシュ、これはそのままピュッピュッて出るものです。同じ中身は多分同じものだと思うんだけど、やっぱ泡の方が使いやすいね。今ちょっと別なものを使ってるんですけども、香りは本当に間違いないというか、とってもいいし、泡もそんなにモフモフしてない、ちょっとこう水っぽさもあるような泡なんで、で全然染みないですし使いやすいです。でボディーソープで言うと、このミノン の, あの全身シャンプー泡の出てるやつ、これはまたリピしたいなって思うんで、この入れ物は取っとこうかなと思って、詰め替え用を別で買おうかなっていうか、買ったんだけど間違えて泡タイプじゃなくて普通のタイプ買っちゃったんですよ。なので次はまあちょっと間違えずに泡タイプを買いたいと思います。で最後ちょっと残っちゃったこれ2つは、ディフューザーとヘアオイルですね。まあディフューザーはこれもワフィットのアイテムで、グリーンティー&ジャスミン、すごいいい香りでした。すりガラスのような感じの素材で、色味もすごくナチュラルなカラーで、そんなにこうゴテッともしてないから、花瓶としてもね、まあ後々の使い用途としてもすごく使いやすい。でジャスミンって書いてあるんだけど、こうグリーンティーの香りの方が強めですね。まあいい香りなんですけど、ど真ん中の香りではちょっとなかったかもしれないですね。あとこのヘアオイルはめちゃくちゃ大好きで、すごいおすすめ、シンピルテの、マルチベネフィットオイルでございます。でもこれも何箇所かに分けて置いてるぐらいすごく好きで、3種類の香りがあるんですけども、ただこれ開けてこう取ったりとか、ちょっとこれ置いて手で持って髪とかやってると、ここの部分にさ、ちょっとオイルがついてるのが、この丸い跡が洗面台のところについたりとか、あとこの丸が転がったりとかね、っていうのはちょっと使いにくさっていうのはあるんですけども、まあやっぱ可愛いのでそっちの方が買っております。で使用感もこう束感しっかり出てくれてるし、香りもとってもいいのですごくおすすめ。はい、そしてここからはですね、息子の使い切りアイテムをご紹介していきたいと思います。それがね、バンとこちらでございますが、ほぼほぼボディーソープです。しかも泡で出るっていうタイプ。ママフィーのこっちがヘアウォッシュで、これがボディウォッシュ、あとこれがファンケルの全身用の泡ウォッシュで、こっちがドゥーエベビー泡ソープっていうもので、発売元はですね資生堂でございます。あんまりね知られてないかなと思うんですけど、子供用のそういうケアアイテムってなかなかね知らない世界だったので、こういうの教えてもらえるのはねすっごい嬉しかった。で、あとはこれがなんて読むんでしょうかね、シーンだってるのかな、のシルキーモイストソープ、あとはワフィトのベビーウォッシュだったり、あとはアラウベビーですねのウォッシュ、ここら辺はもうどこでも買える定番なものですかねっていう感じを使ってきました。正直どれも泡質で言うならばそこまで変わりはないんですけれども、一番なんか泡が滑らかで言うならばこのママフィの、ボディウォッシュかなって思いますね。それ以外のものはよくあるこうハンドソープの泡で出るやつと同じような感じの泡質です。で正直もう絶対これリピしたいっていう感じのものはまだ巡り合えてないっていうか、どれもそこまで大差ないなっていう感じではあるんですけど、泡でボディーソープを使うんだったらやっぱり結構減りが早いので、毎日洗ったりするものだからさ、やっぱ大きいサイズっていうのはいいなって思う、うん、こういうサイズになるともう片手がこう塞がったりとかするので、詰め替え用もある大容量っていうのはすごく魅力的だなと思います。まあ、でうちの子そんなにすっごい肌が敏感でっていう感じではなかったので、どれも普通に使えたなっていう感じはあるんだけど、もしかしたらまあお子さんによってもねちょっとね使用感とか違うかなと思います。あとは頭も洗うじゃないですか。で頭からお湯流したりとかするけどさ、結構目にもね入ってるなっていう感じはするんですよ。だからいつも使う前に自分が目を開けて一回流すっていうチェックをするんですけど、それでやっぱね染みるなって感じたのはこれだったね。自分も染みるっていうことは息子なんかもっとさコントロールできないから染みちゃうだろうなって思うから、やっぱ目に染みにくいっていうのもすごくポイントではあるかなと思いますね。あ
とはお風呂上がりの保湿剤でならばこれぐらいしか使い切ってなくってっていうのが結局さ病院行った時とかに乾燥してるねとか言ってヒルドイドローションとか処方してもらったりしているので結局ねそっちを使うことが多くってわざわざ買って保湿剤を使うっていうことが本当になくってだから全然減ってないんですよ。ただその中でもやっぱオイルとかってさ処方箋であったりとかもしないと思いますしちょっと他の保湿剤とはまた別の立ち位置なのでこれはリピしてますね、ベレダのカレンドラ、ベビーオイルです。赤ちゃんのねこうボディマッサージにももちろん使えますしそんなに酸化臭みたいなのも使用している中で感じなかったからこれはリペして新しいものを今使っております。でファンケルのベビーミルクこれもすごく伸びがよくって良かった気がしますね。結構ファンケルは一番最初の頃にどっちも初めて使ったものになります。であとワフィトのこのベビークリームチューブタイプなのでなんかこうポンプでバシャーって保湿するのとはまたちょっと別の立ち位置で持ち運びだったりとかちょっとリビングにいてちょこっと保湿してあげたいなみたいな時に少し出したりするのに良かった。あと香りがいいので私自身もちょっと保湿するのに使ったりみたいな感じで使えましたね。いつもねもうために溜め込んじゃって結構一気にご紹介してる感じになってるんですけど最後までご覧いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。